川崎区役所付近稲城大橋こ惠正京、府中本町駅入口交差点終点、府中市役所前交差点神奈川県道、東京都道9号川崎府中線は、神奈川県川崎市川崎区から東京都稲城市を経て、府中市に至る県道、都道である。府中市内の旧公州街道交差点で、埼玉県道、東京都道17号所沢府中線に、 接続しており、どちらも府中街道の通称で事実上一つらなりの道路として使われている。都県境から稲城市大丸までは川崎街道とも呼ばれており、東京都の定めた正式な通称は川崎街道である。また、府中市内でも川崎街道と呼ばれることがある。川崎駅前東から東海道本線南河原河道橋,橋付近までは、 西行きの一方通行であり、東行きは同区間で京急川崎駅前を通る別の道路に誘導される。府中街道の起点を示す標識は、西行き車線では南河原の可動橋へ下る坂の途中に、東行き車線では栽培町交差点付近に建てられている。このほか、可動橋南側で西行きと東行きの車線が分離する地点に立つ柱にも、 府中街道の表示がある。これまさ交番前交差点このほか、府中市、調布市境から、府中市稲城を走り口交差点までの中央、自動車道沿いの道が東京都道9号に指定されている。ありがとうございます。